皆さんおはようございます。長井です。いや、渓流ようやく解禁しましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。今年も解禁一発目はね、こちらの川ですね。やべえ、マスク置いてきちゃった。花粉が多分やばいよここね。こんな感じでね、今日は解禁一発目の、ヤマメ釣りですね、やってまいりました。解禁一発目っていうことで、その辺についてどう思います？楽しみですね。やりたいポイントがあるんですよ。やらせません。解禁一発目。絶対やらせません。なんで？絶対ダメです。解禁一発目なのに？うん、ダメ。こういうとこはいないよ。なんつった今？こういうとこいないでしょ。こういうとこにしかいないよ。とりあえずね、寒いんで、指もげそうなんですよ。俺も。早く行こう。とりあえずね、もうその辺から やりません。水原さん、我々ね、今日ちょっとね、早めに用事があるからね、早めに上がらないといけないんですよね。そう、でもね、釣るまでは帰れないからね。こっちのセリフだからね、マジで。マジで帰さんからね。釣るまでは帰らないから。釣ってくんねえと。だからワンチャン今日の予定なしになる可能性あるからね。あ、オッケー。オッケー。はい。ちゃんと釣ってよ。殴る。はい、そんな感じで解禁一発目、本日もよろしくお願いします。さてと、解禁一発目やるぜ。一つ言えることはね、寒い。やべえぞこれ。ここはちょっとね、上が枝がすごいからね、気をつけないといけませんよね。この辺から行きますよ。よし、それブドウムシ。冬季ニジマス釣りの期間中はもうずっとさ、太い糸使ってたからさ、見えねえで、餌じゃない糸が。もうちょっと重くてもよかったかな。それとりあえず寒いからね、まだ朝一はね、どうかな。あ、だったー、バレたー。今食ったね。うん、いたいたいた。オッケーです。よし、食いが浅かったからちょっとちっちゃいかな。お、これは立ってるような気がするんだけど、い、あ、離したかな。合わせるよ。起きた。起きたよ、ほら一発目。あー、しゃあ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 。ほれ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 。よいしょ。おー、来ましたね。奥さん。どれ。いきなり来たじゃないですか。あー、ちょっと待って、水騒いでくれる。ちょ待って。あー、冷たい冷たい冷たい。ほらほら、一発目こんなヤマメでございます。よかった、ありがとう。よっしゃ、釣れたよ。あ、切れた。勝手に切れちゃった。一応念のためにもう一回同じところのちょっと筋を変えたところやってみて、それで次行きます。っていうか、もう一匹目釣ったばっかりだったのに、もう指の感覚ないんだけど、あー冷たい、あーって感じですよ。いや、やっとね、ヤマメが合法的に釣れる季節になりましたね。そこめっちゃいそうだけど、いい流れよ。来ない。これ竿 6.1m だけど、今 5.5 に下げてやってます。 5.6 か。でも今バシャバシャやったからな、もう来ねえか。ヤマメだからな。オッケー、次行こう。ここはどうかな、ちょっと流れ早すぎかな。いそうだけどな。さっきのとこにいたんならここにもいるはずなんだけど。あ、あそこじゃない。あ、ちょっと奥行きたい。あー、やべ、ちょっと指やべ。マジで指やべ。もう今日は指との戦いですね。でもね、予想気温だとマイナス1度の10度ってなってたな。で、今背中の後ろのタモを触ってみたら凍ってた。凍る気温なんだよ、とりあえず。
まあ全国的にどこもそうなんだろうけど、ここ寒いよ。すげえ行きましょう。さあ。あ、なんか雪が少し残ってる。あっちにね、梅沢さんいるんですけどね、釣れたのかな、まあわかんないけど、とりあえず梅沢さんがここは絶対いないでしょっていうポイントで釣るのが好き。ここだ、ここ次ここっていうか、さっきここあの人やったんじゃないの、釣れなかったのかな。ちょっともうちょっと川から離れて歩きたいんだけどね、そうもいかんだよ。よいしょ、あいでででででそれちょ手前、ああもうちょい奥がいい。そうあーちょっと待って、竿を持ってる手が、なんかじっとしてても暖かいみたいな、そういうグローブあるじゃないですか。バカみたいに高いからね、買えないよね、あんなの。本当にじっとしてても暖かいのが謎でしょうがないけど、あ、引っかかったね。はい、いいです、葉っぱです。うわー、しゃーしゃーしゃー、上大丈夫。皆さん、私はもう一匹釣れたからいつでも帰れるけど、皆さん釣れた？釣れなかったけど。釣れなかったけど、釣り落とした。釣り落とした？いるよ、ここには。結局釣ってないってことでしょ。皆さん帰れないよ。いる、ここには。いるよ、それ。早く釣っちゃって。はい。あ、この辺で来たんだよ。去年の犀川からオレンジの目印から黄色に乗り換えた梅沢さんですね。こちらも見える。これは翡翠だな。翡翠 5.5 だっけ。ええ、いい竿じゃな。 5.5 あればね、もう十分足りるよ。ここだったらもう9メーターがいいんじゃない。9メーターいらない。9.095ぐらいがいいんじゃない。いらない。割とマジで釣り落としたから多分もう食ってこないと思うんだよね。梅沢さん今日残業かもわかんない。俺釣れなかったらいけないかな。意外とこういう深めのとこじゃかかんないんだよな。なんでか知らないですけど、さっきみたいな浅いところで当たりがよくあるから。でもわかんない、こういう深いところ、駆け上がりの流し終わりのあたりでかかることがよくある、ここの川では。知らんけど、本当はさ、ここめっちゃいそうじゃないですか。ここじゃないんだよね、スーッと流れていった終わりの方なんだよ。あー、なるほどね。つうことはもうちょい下に来て、でここを一番奥側に狙って、奥側の流し終わり、ここいないっていうのはちょっと考えられないんだけど、ね、そっから先はちょっと気があって無理だから、この辺で頑張るしかないんだよね。あー、重りどうしよっかな。ちょうどいい速さではあるんだけど、案外沈んでないかもな。今重りは B です。 B じゃない、1号か。あー、ダメだ、これ。ここ最近平地では暖かかったけど、雪がまだね、あちこちに若干残ってるからね。特別に梅沢さん、あ、梅沢さん、ちょっと川からなるべく遠いところ歩いてください。こっち側歩いてください。はい、そこ置いてください。しょうがないからもう、ここをね、梅沢さんに攻めてもらいますから。ここで釣れないとね、ちょっとやばい。いいポイントを前に梅沢さんが休憩宣言を始めたので、いや、俺にやれと、いうことで。しょうがないからやりますけど、このポイントをやらないとどこで釣るんですか。よし、わあ、なんか今年は枝があって邪魔だな、あれ。ここも結構ね、流し終わりでよく来るんだよ。今日はどうかな、相変わらず寒いからね。ここさ、寒い、あれだよ、もうご家庭の冷蔵庫よりは寒いぞ。どうしようかな。梅沢さんの休憩入っちゃったからな。
まだ一匹も釣ってないのになんかもうすごいことになってますね。シジミソースか。そう、アサゲ。なんかね、やる気あるんですかね。釣る気あるのかね。いやもう、2匹かけたから。かけた。魚見えてないけど、ね。アサゲ。あ、なんかここあったけ。あったかいぞ。下雪だよ。まだ1匹しか釣ってないのもう朝ゲタイムだよこれ。1匹釣ったらも十分じゃん。寒い。これは。ようやく味噌汁休憩も終わりましたんで。梅沢さんがね、ちょっと全然やる気ないからね、どんどんやるしかないね、私がね。あそこの光が当たってるとこがもうゴールだ。寒すぎですよ、ちょっと日に当たらんとちょっとどうしようもないっすよ、これ。あと50メートルで日に当たれるぜ。あーでもその前にポイントがあるな、やるしかねえな、これ。くそー、日に当たるのはいつのことだ。解禁直後はさ、あれよ、寒さと花粉との戦いだからね。そこのポイントは、ああいうタイプのポイントは過去何年かね釣れたことなかったんだけど、去年に限っては釣れたんだよね。今年はどうかな。なんかもうどこの陶器マス釣り場よりも寒い。こんなとこ下手したら源流に近いかんね。だから今日は解禁日2日目。昨日解禁だったんだけど、まあ、昨日はね、至るところになんか釣り人の車止まってたけど、今日はね、我々以外は誰もおらん。いやー、皆さん、お待たせしました。やっと、日の当たる場所へやってまいりました。ここに来たかったんだよ、ずっと。もう日当たる当たらんじゃもう雲泥の差だからね、これ。この影ができる感じいいでしょ、これ。どうかな、それ。ほい、そろそろいい加減2匹目来てくれないと厳しいぞ。こういうとこも流し終わりだよね。あー、ちょっと待って、マジ指が本当にやばいです。あー、例年この辺にはいつもいるんだけどな。これね、流し終わりと見せかけて流し始めにいるパターンもあったからな。あーそこじゃない。あのね、日を浴びるって本当にすごいことです。全然違うもん、体感。あのボディの体感がやばい。手はいいとして、もうしょうがないから諦めるとして、ボディーよ、これ超あったかいんだけど。梅沢さんはもう姿が全く見えません。やばい、太陽が隠れるよ。ちょっと今日はあれだな、実績ポイントがなかなか通用しませんな。そろそろちょっとこのポイントで連れてくれないとやばいな。なんだ、寒すぎか。寒いのはわかるけどね、これ。ここもいなかったらどうすりゃいい。ここちょっと早すぎるね。これいないよ、多分。ちょっと今年の解禁なんか厳しくないですか。ちょっと、なんでだ。寒いから走ろう。梅沢さんがね、いつまで経ってもね、怖いんだよね。見渡す限りね、いないんですよ。どこで道草食ってんのかね。今1年の流れで、俺ここずっとやってきたんですよね。で、釣れなくて、で、次そこやろうと思ってて、でも寒いからとりあえず体を動かすっていうね。もう無駄に動くよ、今日は。いや、なんかここ最近の解禁の中で一番寒いんじゃないの、今日。やばいんだ、いれこれ、かわいいでしょ。
あの前回早川のあのファイブドアーズさんにお邪魔した時に、なんか思わず衝動買いしちゃったラビットです。でこれがね、伝説の今やもう手に入らない古弦ですね。かっこいいわこれ、これこれこれ。あ、久々に梅沢さん来ましたよ。何匹釣れた？反応なし。反応なし。なし。釣れた？釣れません。全くじゃない？ここ反応ない。じゃあ行ってくるわ。ダメです。なんで？梅沢さん、だってここ行ったらさ、そう、耐えらんの人になるよ。なんないから、すぐ戻ってくるから。じゃあもしくは、1匹もしくは10分で借りてください。分かった。去年の解禁より絶対寒くね？寒い。それを言い訳として釣れないことを正当化しましょう。ここも実績ポイントですが、今日は実績ポイントが全然通用しませんので、どうなんでしょうかね。今日丸1日できるわけじゃないから、タイムリミットね、あのね、午前中で上がんないといけないから、まだ1匹釣れてるからいいけど、これずっと坊主だったらきついよな。夏休みバレたよ。まあ、いたな。おい、マジっすか、やられたぜ。やっぱ早合わせは今日良くないのかな。朝一もそうだったけどさ、これ上流行きよりさ、下流っていうか入景点の方がもしかしたらワンちゃんいるんじゃないのっていう噂もちらほら。おー、落石が怖え。かなりいいとこまで来たんですけどね、期待できるのかどうか全く分かりません。あ、いたあー、うん、指に刺さった上にブトウムシどっか飛んでったぜ。ここにいなかったらもうなんか狙うとこないな。ダメだこれ。朝一のポイント以外全滅やで。どこも、あ、一回当たりあってバラしたのはあれは最高に痛かったけど、それだけ。ちょっと待ってよ、ここもね、まあ来るとすれば結構流し終わりが多かったんだけど、今日はもうなんかそんな関係ないよな。あの水量少なくてそんなに流れていかないしね。梅沢さんと相当な時間離れてやってましたけどね、何やらやつか釣れたという報告をよこしたんで戻ってきてみました。もうほぼ入景点のそばですね。ここにリュックが脱ぎ捨てられてます。で、あそこにいますね。今日はね、上流よりも下の方がいいみたいね。さっきルアーマンの方にお会いしましたけど、下で反応あって、上来たら全く反応ないらしいです。いたよ。嘘だろ。ほんとまたそうやって。そこ、え、その浅いところですか。ほら、さっきルアーマンに会った。会った。うん、下の方でしか反応ないって言ってましたけど。うん、俺も同じこと言われた。だから下なんだよ。あ、というかそこに人いたんだ。そう、釣ったからもう釣れたん。釣れた。じゃあもういいか。うん、帰ろう。よし、時間だし。どれ、梅沢さんが一匹釣ったって。あ、なんかいるいる。あー、おい、ヤマメいるね。こちらですね。動かないね。この飼育してる。はい、こんな感じです。あとはあの解禁祝いしていきます。はい、はい、こんな感じでまた次回よろしくお願いします。はい、今日はお疲れ様でした。よっしゃ、すごかったぜ。いやー、ここは疲れるんだ、このロープがさ
え、どうした？ねえ、ちょっと。ねえ、どうした？またぐだけだから。え、早くまたいた方がいいって。ねえ。ちょ。ここ。ちょ、食い込んでるぞ、梅沢さん。ちょっと。え？ここ見て。ここ見て。上げないでくれる？あ、俺下からくぐろうと思ったんだよ。いや、俺上から行く派だから。あ、そうなの？そう。あ、だからか。あ、ちょ、くぐってっか、俺。ちょ、俺くぐった。くぐったから、俺。オッケー。俺まだくぐってないから。なんだよ、梅沢上派かよ。上よ。俺下派だからさ。あ、そう。